はい、どうもダンサーです。今回は浮遊石を手に入れましたので、今から浮遊船を動かしに行きたいと思います。どうも、テスです。これね、氷の洞窟はかなり苦戦しましたけどね。ね、うん、なんとかなんとかな、嫌なことしかない。え、いや、嫌なことしかない。なってもいいんだけど、2のダメージし、あらっかしやん。まあね、ボス行くまでの間がね、そのまま明日今度砂漠でね、行ってみてください。あ、そっち向いてない。ちゃうねん、下やん、ごめん。よし、よだれ出た。まあ、菊さんが手に入ったら古代都市に向けるし、デュカン砂漠。お、めっちゃ震えてる。え、なんで来ましたね、ついに飛空船。 FF といえば飛空船ですな。ちょっと待って、なんで急に出てくるんだ。これで北の島にも行けれるようになるんでね。
れこの時って感じはないよ。ないよ。飛空船って普通に開かない。いやいやいや、早っ。すごいね。ああ、上か。上、早い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 。もっと上なんかな。んで行ってほしいところ、ミニ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 、もっと上、そこ大きすぎ、その下の方に町がある。ある。降りれません。降りれんじゃん。なんで森に降りれることない。ここ無理かな。無理や。その辺りなんで沼地は来るんだよ。全部無理。そう、遠い。あ、ほんで多分ね、ここ新キロ、ほんでこのどっかにキャラバンがあったと思うんだよね。あれってどこかキャラバン。キャラバンってこの辺の上に。強いやろ、ここ。強いよ。頑張って、セーブ。セーブ、セーブ。チラノザウルス。チラノザウルス、ティアないが。チラ。これやばいやろ。いや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 、そうそう、いやいやいや、もう目出せないよ。もうただこれやったときもしゃあない。全然もらえないよ。2400経験値もらえるかね。お金、お金見てんねん。今なんぼか。もう今10万持ってるよ。あれ10万か。うん、来い、帰ってこい。そうか、セーブしてちゃんと行ってね。ポーションもないだろ。ポーションも買えないよ、ね、テントでテントがあるよ。テントで言う。ここダメじゃないか。さあ、あれクイーンクウェインやったのか。クイークウェイ、うん、古代都市。え、もう無限。まあ、違う。うん、だけど多分すごい強い武器とか手に入るはず。ホロン中がやない。だからヒットポイントなんで回復せんが。回復できん。魔法で回復したらいいんで。あ、そんなか。あ、こいつはね、硬かった。わお。魔法じゃないと多分なかなかダメだと。まあでもフレームソード通るっていういけるんことないから全然回復できない。スローかなんか。うん、まあ、聞くは聞くね。ミス。ちょっと。やばくね。
好きな戦い方してるんだったら絶対勝てる。あ、そうか。一ギグ。はい、セーブ。寝袋クサーバーだよ。あー、かきピー。うわ。あー、かきピー。かきピー、かきピー。懐かしい。これ見ると食べたくなってくる。ルフェイン、ルフェイン。ルフェイン？うん。何やる？無駄に食べてない。無駄に。あ、こっちじゃない。アロザウルス、どんなのこれ。ちょっと待って、ダメになっちゃう。そんなに金そんなに。金はあそこの洞窟が一番金もらえる。氷の洞窟か。そこできついやん。マインドフレアとかクソやんか。パタパタチートやん。まあね、こうやってこまめにメモファイルしていって、うん、うん、行ってないで。魔法は惜しみなく使いましょう。コテージがある。コテージはまた帰る気がある。帰る気がある。おはい、相変わらずハンマーはただ。金はもらえるけどな、こいつは。あ、ルフェンジン。ん？まだ意味ないのか、ここ。どうなったら。またお前ら。ちょっとした話できんかもしれんけど、まあ、ちょっと行ってみよう。全く聞かんないよね。実は、こっちの方のやつやけどね。ダメージ量もすごいよね。
変わらず体力が多いし。話ができるかな。ほら、やっぱりできんわ。ルパガミと。そうだね。多分ここなんちゃできんのかしら。何も変えれん。かもしれん。マジで。古代文字が読めるようになるのと多分。ほんでこの言葉を喋るにはどこ行ったらいいと思う？新規路？違う。え？誰が？うねや。そうや。うねや、そうや。うねだ。一回出ましょうか。いや、また戻らんといかんが。うねだ。あ、なんかいける。え？よかった、マンボウが売れる。さあ、帰るかな。帰るわ。高い。しかも窓じゃないとだ。高いし。下なんか普通フレやない。え？赤線体に光と光熱でダメージを与える黒魔法。高いな。フレや私と最強魔法。あ、最強魔法か。下の方もなかった。行き過ぎたらダメだ。あ、出た。もう一回行ってみよう。反対の方は？反対か。あると思うけど。じゃあ、おろずついてもらえます？帰った、よかった。行ける反対、これ。あ、開いてない。なあ、取られると困る。だけしか入っちゃう。反対側これっていけるかい？いけんな。ってことはあの周辺やな。武器屋どこや、あれ。武器屋あったかな、ここ。まあなんか魔法が売り売ったっていう記憶はあるんだけどな。売り売やろ。あー、もうめんどくさい。あー、もう家を塞ぐな、こいつ。そこをどいてくれ。どいてくれ。うわわわわわ、ひどいひどい。よくやった。なんもない。おかしてんよ。行き過ぎた感じ。考えろあれ。来た意味が。ごまごやろ。うん。開いてた。何回同じミス。いや、ないかも。せらんな。せらんなって。こいつ要は邪魔するな。したらへんわ。下俺全然仕上げない。あ、出るな。出るね。さあ、やっぱりここはまだ来るべき場所じゃないってことね。また帰らんというか、あれ飛空設定を、うん、止めたところにある。うん。めちゃめちゃめんどくさい。めんどくさい。とりあえず俺ジョブしたい。まあジョブできる。ああ、だだだだ。ジョブ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 
新キロ行けるかな。行けんやろ。キャラバンがあるはずなかった、どっかに。また行けんやろ。レベル高いやろ、新キロって。まあ、キャラバン行くレベルじゃないね。キャラバンが22、3のレベルだよ。だって俺、新キロ行ったら嫌なことしかなかった。新キロでボコボコにされるの。新キロ、まあ、新キロ言ってないやろ。違う違う、あれ違う方のゲームとかで、うん、俺新キロ大嫌いなんて、なんか新キロの塔とかちょっといいあれやんか、いろいろあれなんかね、だんだん敵倒してったらなんか次の相手が現れるから、なんか一回ごとにどんどんなんか強い敵が現れるがって、なんか最初はザコイ敵で、なんか最終的にあれ、なんか最終的になんかボスみたいなのが現れるがやけど、俺新キロ、俺軽めの気持ちで言ったらね、まあ違うゲームでね、で行った後によ、まあボコボコにされたり、ね。まあ嫌な方で、うん、あの新キロこれ難しすぎやなっていうぐらいボコボコにされた。そんな時があったと思う。モンハンだったかな。ストーリーズだったかな。だから音楽の街に分からん。大丈夫ってか大丈夫大丈夫だ。メモファイルせんで大丈夫大丈夫だ。こいつらは大丈夫だ。全然困る。死んだ。うん、一撃なんぼか言っちゃうから、うん、300。ああ、これもあるか。なんか死なんないけど全然。あ、死んだ。全然もらわないよ。とりあえず。違う。コーネリア。私分かる。こっちないろ。こっちないろ。こっちじゃない。こっちらがこっち。そこに置く。その上や。マウロマウロ。どうぞ。ここか。ただいま。ただいま。あ、なんで出た。ただいま。どこ行きよう。行き帰らすがよ。わざわざ遠回りしよう。安い気やんか。目チカチカするよ。
よし、寝ろ。よし、よし、試練の城に行こう。行かれないの。え、なんでだよ。ジョブできねえじゃねえか。鼻声すごいやけどか。で、どうなったかな。上行って、上じゃあ、そうだな、世代穴が無数だ。うわ、いてこの あちいてここにキャラバンがある、うん、どこに見当たりませんよ。ちょっと待って、やばいやろこれ。いや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 、あれこいつってどこ、どこな、あれあそこな、あそこなの。わお、全然死ねない。わわわわ、あでもそんなに、そんなに大したことない。音がすごい。笑った。あった。え、カエルがなんか。カエル。ここでね、装備を変え、一気に変え揃えてください。妖精の、え、なんもない。これは関係ない。まだいらん。なんもないじゃないの。後で入れてよ。まだいらん。買っちゃった方がいいやろ。え、なんもないや。妖精の瓶は紅茶かな。紅茶？うん。これだけ？ポーション、マックス。木もあり。買いすぎ、買いすぎ。買いすぎって。いらんて、そんな木もある。1個。あれ？どうやったの？武器は？武器はないのか？あれないやん。ん？ないやん武器。おい、この店に武器はないのか？妖精の瓶を売っているのに。あ、それ関係ないか。おい、おい、おい、おい。武器はないのか。じゃあもう出ようか。うん、それだけ。あとはもう何もなさそう。それだけ。なかったな。何もなかったよ。おかしいな。ウリはせんねん。何もどうねんちゃん。あ、まあいいわ。宴会。うん。解放しよう。え？試練の城。レモラールって何？根っからに強そうなんだけど。足とか。カニ線。もっとくれや。
おじやいやいやいや、えどうすんの、うん、だから町行かないかんろ、どこに、ここの町、あんな遠くから行けるってだから、あ、そうか、川や、うん、そうだった忘れてた、もう嫌やこいつ、どうすればいいの、6ヒット、あ、でも強い、普通にこれ結構強い、6ヒットの威力をくらい、あー、ダメだ、やばい、まだ知らんの、6ヒットの威力くらい、よし、やっとした1ギル、結局いかんのかい、ん、なんでそこ、ガイアの町、ガイアの町、この町はガイアの町、いつの間にか高飛と呼ばれてます、未来には高飛翼と呼ばれる町があります、はい、魔法、多分魔法かい、装備できない、高っ、ギャルが、魔導士、ガディア、あー、めっちゃ強い、うん、なあ、いやいや、もう魔法変えねえの、武器や、武器や、おい、お前、古代の天空人と呼ばれた人々は空を駆け巡り天高く城を築いたという伝説があります、天空城や、よくわからんけど、え、ウリュウ、鷹の翼って知っているかい、あそこの言葉はちんぷんかんぷんさ、あ、これやどや、どう売ってるじゃないか、ルビーの腕は高い、守りの指輪、即死になりにくくなる指輪、ルビーの腕輪、ちょっと待って、高いよ、横だ横横、誰もそれで、それは文句や、文句じゃない、え、何、忍者、あ、文句や、文句、ほら、やっぱり文句や、切れ味最高のナイフ、そうやったら守りの指輪2個こうする、2個、うん、あ、3個だな、ここか、誰に装備させる、防御の低い俺ですけど、なんかめっちゃ上がったね、え、うわ、全然違う、全然違うやん、で、ルビーの腕輪やろ、腕輪、腕輪ってことは棒、体のアイテムやん、でやかしや、うん、もういらんもん全部打ったらやろ、安い、高い、結構高い、そう、あれ、アックスっていらん、そうだ、ミシュリンの盾2個もいらんやろ、いるがって、いるが、あ、書いた、なんかめっちゃ上がった
構そこ武器がチンチクリンやね。私も見たんですよ、夜空光り輝くのが日常か。これ道具かな、道具屋。ポーションのはコートもないで、うん、ストック全部コート。ルフェイン語を研究していたなんとかっていう学者がいたな、梅田。じゃあまたわさ。え？なんだここ。お前誰だ。申し訳ございません。私は妖精を捕まえてキャラバンに売ってしまいました。なんだね、それは教会か。妖精、つまり泉。ここで、ね、ここに何かあるね、怪しい当然怪しすぎるやろ。感動、妖精の瓶。泉だろ、絶対寄せに。おい、来たね。誰やねん。花が向かった瓶に入っていたの。私500点で逃げ出してしまって。お礼に泉の庭に湧く空気の水を汲んでいきましょう。どういうことや。早っ。空気と水を手に入れた。その水からは空気が限りなく湧き出しているころの。それだけ。それだけ。助けてくれてありがとう。空気と水は役に立ったかしら。その水からは空気が限りなく湧き出してくるの。それだけ。それだけ。セーブセーブ。メモファイル、メモファイル、メモファイル。あんま動かんとってよ、カメラがブレる気。ねえってかも。いかん、高いで1000バス。え、どんだけ高いかいし。じゃあもういいわ、コーネリアで寝てくる。ただいま。便利やろ、飛行船だったら。めっちゃ早いし。30ユーロ安いな。はい、というわけで今回の動画は以上となります。次回は、ついにジョブチェンジの道へ行きたいと思います。ということで今回の動画は以上となります。それでは失礼します。お相手はダンタとテツでした。